アセスチャンセラーズビルの船のカネ RMS タイタニックのベル18世紀に嵐で難破した船のネを録音するフロリダ州セント・オーガスティン東大考古学開示プログラムの水中考古学者ウィンスロー・ホーマーによるエイト・ベルズ戦勝あるいは交渉は船の上で時を知らせたりその他の伝統的な機能に使用されるネのことネ自体は通常真鍮、または 制度で作られ、通常は、鮮名が刻印、または鋳造されている。民間用の時計のベルトは異なり、船賞を打つ回数は時間の数と一致しない。代わりに、1点賞から8点賞までの計8種類の鳴らし方がある。下記の表のように30分ごとに1つずつ鳴らし、甲板上の当直のサイクルである4時間で一周する。小船時代。 時計は30分の砂時計で掲示され、砂時計をひっくり返すたびに金を鳴らした。金は数えやすいように2回ずつ区切って打ち、奇数の時は最後に1回を付け加える。8回賞を鳴らすのが、発展賞といい、当直交代の合図となっていた。古典的なシステム古典的、または伝統的なシステムは次の通り、船の乗組員のほとんどは、 ワッチと呼ばれる二つまたは四つのグループに分けられる。それぞれのワッチは、火事を切る、後悔する、方を整える、見張りを続けるという基本的な活動を交代制で行う。16時から20時までの時間は、ドックワッチと呼ばれ、さらに二つに分けられている。1日のワッチの数が奇数であるため、各要因が毎日同じ時間帯ばかりに、到着することがないようになっていた。 また、船の乗組員全員が、夕刻に夕食を食べることもできた。通常の夕食時間は17時で、ファーストドッグワッチから帰ってきたグループが18時から食べた。ちなみに、1日のそれぞれの時間帯のワッチは、こんな風に呼ばれている。イブニングワッチ20時から0時、ミドルワッチ0時から4時。 モーニングワッチ4時から8時、フォアヌーンワッチ8時から12時、アフタヌーンワッチ12時から16時、ファーストドッグワッチ16時から18時、セカンドドッグワッチ18時から20時シンプルなシステム一部の船では、より単純なシステムを使用している。HMS キャバリアの鐘。鑑名の下にある1944は、新水年を表す。船の名前は、伝統的に鐘の表面に刻印。 または鋳造されており、多くの場合、船の浸水年も併記されている。最古の船賞は、オマーン沖のポルトガル船の沈没現場から回収された。この船は、バスコダガマの率いる、第2回インド洋遠征艦隊に参加した、キャラック船エスメラルダで、金には1498という年号が刻まれていた。時々、船賞には、 船を建造した造船所の名前も表示される。船の名前が変更された場合、監修では元の名前がついた元の船賞は船に残る。船賞は艦船を打破したり解体したりした際には貴重な記念物となり、多くの場合、難破船の場合には唯一の確実な識別手段を提供する。第二次世界大戦後のほとんどの米国海軍、 官邸は実際には2つまたは3つの鐘を備えていました。船の名前が刻まれた大きな鐘は選手に取り付けられており、パイロットハウスと 1MC のクォーターデッキには小さな鐘ステーション。船全体のアナウンスと時間のマーキングに使用します。選手が低いか姿勢で停泊しているときは、予報者の大きなベルが霧信号として定期的になります。 船乗りの伝説によると、船のコックと甲板長はコックにより多くの睡眠を与える義務の取り決めを持っていた。当直のために24時間働くボースンは、かまどに火を起こす役を買っていた。そのすぐ後に起きる料理人は、火がかまどに起きているので、朝食の準備をすぐに始めることができた。見返りに、 食事の間は伝統的にボースンの役目になっている船ショーをコックが鳴らした。船の鐘をバプテスマフォントとして使用して子供たちにバプテスマを施し、その後鐘に子供たちの名前を刻むことは海軍の伝統です。カナダ軍基地エスキマルト博物館が保有する鐘からの洗礼情報が検索可能なデータアーカイブに入力されました。ありがとうございます。